今回はもう一つのシーム行きは使える使えないクロームのアッターアームを作ったので交換。クロームアッター作ったからフッシュを叩いて入れるの嫌だし、工具も紹介ツーホールご期待やろうか。コントロールアーム、ウッシュ圧入。今回はこの、青いケース。ロアのゴールジョイントを、圧入したくて、買ったけど、使わないまま、4年4ヶ月も、出番なしで、放置。ゴールジョイントプレス、ツール。まず、片側をこれで入れていきます。初なので、手探り状態で進みます。ギチギチの穴に、ウッシュを圧入するので、まっすぐセットしないと、非常に面倒なことになります。側面と、穴が垂直ではないので、結構地味に時間がかかります。セットができれば、あとは力一回、ボルトを締め込んで、緩め、締め込んでの繰り返し。インタクトレンチはないので、ひたすら、マンタワーで圧入。しんどい。ここに段がついてんすよね。なのでだいたいこう隙間が入ってる。だから入ってるね。いいね。このままです。で、そしたら今度はこのシャフトを入れてから。じゃないとだからこれね、ここにつっかえ棒をします。
プレスキーで押し込むので、アッパーが寄らないように、余り物の L アンプルを切ります。切ったけど、当たるから、レインコースの上にあるからね。これは、こういう感じで入るから。レインコースしてあって、個体によって長さが変わるので、現物合わせになります。で、下は、入るかな。とりあえず、ここで一発切ります。なんかくっついてんだよね、これね。これがどっちか、見てないから。ちょっと一旦見てこないと。なんだろうね、これなんだっけ、これどっちだっけな、なんだね、ちょっとわからん。確認するために車へ。こっちにもついてないけど見えねえな、こっち側からね。これ見える？入ってるか、入ってないことない。他のアッパーで確認。ということで後ろ側につけばいい。ライト、ね、これライト、ここにレフト、はい、念のためリペアマニュアルを確認。まあ使えるかな、これもな。昔はここにこういうパイプ当てがあって、ここをね、ここをハンマーでこうやって位置して、誰がとかはどうでもいい、自分が描くかっこいいを不安ありつつも、これからも目指します。とりあえずはまあ使えるが